燃え尽きるわ。お楽しみくださいます。消滅するのね。全部燃やしちゃった。今ご覧いただいているのは、私が MBCC に捕らえられる完全映像です。ほーら局長、カメラ見て。3、2、1、チーズ。私の行くところすべてに花が咲き乱れる。もしこのシーンが再び起こったら。怖くないですよ。自分でやるのも悪くないわね。ついてこなくていいわよ。ここなら遠慮する必要がないわね。準備できた？一緒にテレビに出よう。ここで咲かせるわ。ここで咲かせるわ。終わるまで。ここで咲かせるわ。終わるまで。ここで咲かせるわ。終わるま。ここで燃え尽きるわ。ニュースの時間だよ。この劣化を味わってみて。これが炎の導き。お楽しみくださいます。ここに散っている花びらは本当に比類ないほどの美しさだわ。ここは外周にある遠征隊の最後のキャンプです。
彼らはここで禁域に入る決意をして、ここで私と別れました。でも、ここから出るとき、みんなはすでに荷物を片付けて、作戦の準備をしていました。どうしてまだこんなに多くの物資が？局長、やっと戻ってきたのですね。あと少し遅ければあなたを探しに行ってすれ違いになるところでした。この子は？この炎は彼女が出している。彼女はコンビクトですか？局長に懐いていますね。ありがとう、お嬢ちゃん。その小さな炎のおかげで命が助かったよ。今度は私があなたを守る番だ。異変の調査に向かったあなたがお戻りになったということは、何か重大な発見があったのですね。まさかこの子は。もちろん彼女を守ります。それが私の職務ですから。しかし局長、あなたは。わかりました。命令に従います。ちょっと待ってください。何を言っているのか全くわかりません。ここから連れ出すってどういうことですか？あなたはどこに行くんですか？局長って何ですか？コンビクトって、あなたはカイド君じゃなかったのですか？どうして大人の口調で話すんです？ここから出て一緒にみんなを待つんじゃなかったのですか？子供はこういうことに向いていないから
頼もしい大人を呼ぶって。何ですって。でも遠征隊、あなたが言っていたことは、あなたはカイドくんじゃないんですか。でもあなたが言っていたことは、それにあのピアス、間違えるはずありません。あなたは、嘘つき、違いますよね。嘘つき！また私を見捨てて、あの場所に戻ろうとしているんでしょう！できない、怖いからですか。やっぱり嘘つきですね。私と一緒にいるのが怖いのですね。近づくたびにこっそり距離を置いていたのは知っています。私と向き合う勇気がないのでしょう。なぜ、どうして、私のことが嫌いなわけじゃないんでしょ。一体何に怯えているのですか。嘘つき、私は戻りません。どんな
怖くても、今回は逃げたりしません。私はここであなたの帰りを待っています。だからあなたも逃げないでくださいね。無事に戻ってきてください。臆病者、絶対ですよ。